ポケット小僧。ところが不思議なことに、まゆみさんが自動車のトランクから出てしまっても、まだトランクの中で何かもごもご動いているものがあります。まゆみさんは犬か猫でも連れてきたのでしょうか？いや動物ではありません。人間の子供です。トランクの中から素早く飛び出してきたのは。 七つか八つぐらいに見えるちっちゃい男の子でした顔は真っ黒に汚れボロボロの服を着ていますチンピラ隊の一人で名前はポケット小僧という少年ですポケット小僧とは変な名ですがポケットに入るほど小さいという意味なのです十2にもなって七つか八つぐらいに見えるほど小さいので そんなあだ名で呼ばれるようになりましたしかし体は小さいけれども頭はいいしひどくすばしっこい少年でこれまでにもいろいろ手柄を立てたことがありますチンピラ隊第一の人気者でしたポケット小僧はまゆみさんを大変尊敬していますのでまゆみさんが自動車のトランクに隠れて怪人の住処へ行くのを黙って見ていられなかったのです 自分も一緒について行って、真由美さんを守りたいと思ったのです。真由美さんがトランクの中へ忍び込んだとき、すぐ後からポケット小僧が潜り込んできましたので、降ろそうとしましたが、どうしても降りません。隅っこの方にくっついててこでも動かないのです。トランクの中で争っていて運転手に気づかれたら大変ですから、真由美さんもついそのままにしておいたのです。 今怪しい西洋館の前でトランクからポケット小僧が現れたのはそういうわけだったのです二人は非常に素早くトランクから滑り出したので運転手は少しも気づかずそのまま車を出発させ向こうの方へ遠ざかっていきました真由美さんとポケット小僧は破れた門を入って西洋館の玄関の方へ急ぎました 日頃音を立てないで走ることを練習しているので、二人ともいくら走っても少しも足音がしないのです。怪人は西洋館の入り口のドアの前に立って何かことことやっていました。鍵でドアを開こうとしているのでしょう。辺りは真っ暗です。西洋館の窓からは少しも明かりがさしていません。 まるで空き家のように静まり返っているのです。怪人は、砲缶の入った白い風呂敷包みを石段の上に置いて、しきりにドアを開こうとしています。鍵がよく合わないのか、ずいぶん手間取るようです。するとその時、石段の辺の闇の中に、朦朧とネズミ色の影が近づいてきました。 暗くてよくわかりませんが、どうやら人間のようです。その影は石段に近寄ったかと思うと、そのまままたスーッと遠ざかって、闇の中へ溶け込んでしまいました。怪人は少しもそれに気がつきません。やっとドアが開いたので、石段に置いてあった風呂敷包みを持って、ドアの中に入り、中からカチン と鍵をかけてしまいました。カーテンの隙間。まゆみさんとポケット小僧は一度門を出てどこかへ行きましたが、三十分もするとまた清養館の門の前に戻ってきました。見ると、まゆみさんはあの白い風呂敷包みを持っていません。 ポケット小僧も空手です。一体あの風呂敷包みをどうしてしまったのでしょうお姉さんもうよしたほうがいいよこんな化け物屋敷の中へ入ったらどんな恐ろしい目に遭わされるかわかりゃしないよポケット小僧が真由美さんの上着をつかんでひそひそとささやきましたいいのよこのまま警察へ連絡してもいいんだけれどもうちょっと探っておきたいの。 泥棒の頭がどんなやつだか、このうちにはどんな仕掛けがあるか、それを調べておかなけりゃ、名探偵の助手の恥だわ。あんた帰りたければ、先にお帰りなさいな。真由美さんは邪険に行って、小僧を突き放しました。いやだい俺帰るもんか。どこまでもお姉さんの後からついていくよ。ポケット小僧は怒ったように言って、 もう一言も口をきかず黙り込んでまゆみさんの後からついてくるのでした。まゆみさんは門を入って西洋館の横手へ回っていきました。どの窓にも明かりは見えません。まるで家中の人が死に絶えたようにしーンと静まっているのです。まゆみさんは？ どこかに忍び込む隙間はないかと、だんだん奥の方へ歩いて行きました。すると、一つの窓の中にかすかな明かりが見えたではありませんか。おやと思って立ち止まり、その窓のそばに寄って、そっと中を覗いてみました。ガラス窓の中に厚いカーテンが下がっていて、その合わせ目がほんの少し開いています。 まゆみさんは窓ガラスに顔をつけるようにしてその隙間を覗きました。電灯ではなくてテーブルの上のろうそくが赤茶けた光を投げています。その鈍い光の中に二人の男がテーブルを隔てて向かい合っていました。狭い隙間なので二人の顔が半分くらいずつしか見えません。しかしその一人は 宝冠の包みを持って自動車に乗ってきた男に違いありません。その向こう側にいるのは不思議な人物です。頭を真ん中からきれいに分けてなでつけ、キュッと逆立った眉の下に細い目がキラキラと光り、高いわし鼻、ピンと跳ねた真っ黒な口ひげ、三角型のあごひげ、西洋悪魔の絵とそっくりの顔です。 それが黒いビロードのガウンを着て肘掛け椅子にゆったりと腰掛けているのです。先生がお帰りになるのを待っていました。先生、うまくいきましたよ。娘人形が金庫の暗号を立ち聞きして盗み出してくれたのです。それを受け取ってここへ持ってきました。 先生の計略は見事に当たたりましたね。自動車に乗ってきた男が守備よく宝冠を盗み出したことを西洋悪魔のような男に報告しているのですこの西洋悪魔みたいなやつは神山さんの家へ娘人形を売りに来た男ですがこいつの正体は一体何者でしょう むろん人形じいさんと関係があるのに違いありませんもしかしたら人形じいさんと同じ人かもしれません魔法使いのことですからどんな顔にでも化けられるのでしょうふ、うん、あの娘はなかなか知恵が働くからねきっとうまくやってくれると思っていたよでは その宝物を見せてもらおうか。先生と呼ばれた西洋悪魔がいかにも嬉しそうな顔で言いました。男はすぐにテーブルの上に置いてあった白い風呂敷をほどきます。中から四角い革張りの箱が出てきました。男はその箱の蓋に両手をかけてうやうやしく持ち上げましたが、持ち上げたかと思うと、あっという叫び声が聞こえてきました。 西洋悪魔と部下の男とが一度に叫んだのです。箱の中は空っぽだったのです。炎の砲管は影も形もありません。そして砲管の代わりにビロードの台座の上に一枚の紙が置いてありました。西洋悪魔は急いでその紙を取って読んでいます。読むに従って彼の顔が真っ赤になってきました。 逆立っている眉が一層逆立ち、細い目が輪のように輝き、赤い唇を引き締めてギリギリと鋼をしているのです。眉美さんはその紙に書いてある文章をちゃんと知っていました。それは、君は娘人形を使ってうまくやったと思っているだろうが、上には上があるのだ。奉冠は確かに返してもらったよ。 どうして宝冠を箱の中から抜き出したかわかるかね。娘人形は確かに宝冠の入った箱を盗み出した。それなのにいつの間にか宝冠が消えてしまったのだ。お気の毒様。というのです。なぜそれを知っていたかと言いますと、実はこの文章はまゆみさんが自分で書いたからです。 まゆみさんは宝冠が盗まれそうだと分かった時神山真一君から箱の色や大きさを聞いて似たような箱を手に入れその中へこの手紙を入れてちゃんと用意しておいたのです本物と同じように白い風呂敷で包むことも忘れませんでしたその白い風呂敷包みを持って自動車のトランクに隠れ男が本物の包みを西洋館の入り口の石段に置いて 鍵をガチャガチャやっている隙にそっと本物と偽物とを取り替えて逃げ出したのですそして宝冠の包みを近くのお友達の家に預けておいてまた西洋館へ引き返したというわけでした真由美さんは自分のトリックがうまくいったので嬉しくてたまりません夢中になって窓の中を覗いていましたそれが油断でした 少しも気の付かない間に真由美さんの周りには恐ろしい怪物が押し寄せていたのです人人造人間窓を覗いていた真由美さんはふと自分の後ろに何かのうごめく気配を感じました。 荒れ果てた庭の草むらがさやさやとかすかな音を立てているのです。真由美さんはぞーっとしました。振り向くのが怖いのです。ポケット小僧ではありません。あの子がこんな音を立てるはずはないのです。なんだか大きな蛇が草むらを分けて這い寄ってくるような感じなのです。 しかしいくら恐ろしくてもこのままじっとしていたらどんなひどい目に遭うかもしれません。思い切って後ろを見る他はないのです。まゆみさんはそう決心するとパッと後ろを向きました。真っ暗です。真っ暗な中に何やら大きなものがもやもやとうごめいています。 今までろうそくの火を見ていたので闇に目が慣れていませんしかしそれがだんだん慣れてきましたするとそこにうごめいているものがぼんやりと見分けられるようになったのです真由美さんは心臓が止まってしまうような気がしましたそこにはどんなお化けや幽霊よりももっと恐ろしいやつがぬっと立ちはだかっていたからです そいつは普通の人間の倍もあるような体でゴツゴツした岩のような格好をしていました。全体に鉄のような黒い色で頭が恐ろしくでっかくて四角張っているのです。二つのまん丸い目が真っ赤に光っていました。口は耳まで裂けてノコギリのような歯が見えています。四角張った手足がまるで鉄の板でできているようで それが蝶津貝で動くみたいにぎくしゃくと歩いてくるのです真由美さんはこれは人造人間に違いないと思いましたそいつが闇の空を後ろにしてぬーっと突っ立っている有様は何とも言えない気味悪さでした命のない作り物だと思うと一層恐ろしいのです ポケット小僧はどうしたのかとキョロキョロとその辺を見回しましたがどこにも姿が見えません一体どこへ行ったのでしょうあんなちんぴらでもこういう時にそばにいてくれればいくらか心強いでしょうにやっぱり人形です命がなくて動く人形です人形じいさんも今度の西洋悪魔も人形作りの名人です 娘人形が動いたのはトリックでしたしかしここには機械仕掛けで動くロボットがいるのです恐ろしい人造人間がいるのですしかもそれが一つだけではありません闇の中から黒い鉄の大乳洞が次から次と現れてくるではありませんか同じ形のロボットです目には伝統が仕掛けてあるのでしょうみんな真っ赤。 金目を光らせています赤いネオンのような色ですそれが瞬きでもするようにパッパッとついたり消えたりしているのですロボットはみんなで五つでしたでも真由美さんにはそれが二倍にも三倍にも感じ取られたのです皆さん想像してごらんなさい 真っ暗闇の庭に人間の倍もあるような大きな鉄の機械人形が5つも現れて真っ赤な目をパチパチやりながら蝶つがいの足でのっしのっしと近づいてきたらその恐ろしさはどんなでしょう大抵の人ならきっっと気を失ってしままうに違いありません。ロボットたちはギリギリギリという歯車の音を立ててもう目の前に近づいてきました。 まゆみさんは逃げようとしました。ロボットとロボットの間をくぐって逃げようとしました。しかしどうしても逃げられないのです。ロボットはまるで人間のようにまゆみさんの逃げる方へ足を上げたり手を出したりして邪魔をするのです。鉄の手は恐ろしい力で跳ねのけることなど思いもよりません。助けてーまゆみさんはとうとう悲鳴をあげてしまいました。 そして西洋悪魔のいる窓のそばへ逃げ戻りました西洋悪魔でも何でもロボットよりはマシだと思ったのですその窓はいつの間にか真っ暗になっていましたろうそくを消してしまったのでしょうガラガラとガラス戸の開く音がしましたそして真っ暗な部屋の中からニューッと2本の手が出てきたかと思うと やにわにまゆみさんの両腕を掴んで軽々と吊り上げ、あっという間に部屋の中へ引き入れてしまいました。西洋悪魔かあの部下の男かどちらかです。しかし、どちらにしても相手は人間です。まゆみさんは恐ろしい。腎臓人間に取り囲まれているよりはどんなにマシだか知れないと思いました。貴様は何者で闇の中から太い声が聞こえました。 西洋悪魔の声です真由美さんは部屋の床に転がされたまま黙っていましたすると今度は部下の男の声で「先生ひょっとしたらこいつがクセせ者かもしれませんよどうもおかしいことがあるんですあしはさっき玄関のドアを開けるのにちょっと手間取った」 その間、風呂敷包みを石段の上に置いといたのです。その隙に中身を抜かれたか、それとも別の箱の包みとすり替えられたかしたに違いない。今思い出してみると、その時から風呂敷包みが嫌に軽くなったのです。ああ、そうだ。 そうに違いない先生、こいつは敵の回し者ですぜ。まさか明智小五郎じゃあるまいが、明智の手下に違いない。ぶちのめして泥を吐かせましょうか。男はやっとそこへ気がついたようです。いや、俺に任せておけ。 俺はちょっと心当たりもあるもしこいつが明智の手下だとすると大事な人質だよ一つ明智先生へのお土産にこいつに俺の魔力を見せてやろうヘヘ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 ヘ テのジャングルおい君は何者だ男の服を着ているがどうも女らしいねああわかったぞ明智探偵の助手にまゆみという少女がいると聞いたが君はそのまゆみだろう 宝冠の包みをすり替えたのも君に違いない。ええ、そうだろう。さあ、白状したまえ。西洋悪魔が恐ろしい顔になって攻め立てるのです。まゆみさんはどう答えたらいいのかわからないので、黙って相手を睨みつけていました。答えられないかね それじゃあ俺の言ったことが当たっていたんだね君の顔にそう書いてあるよ。<laughs> まあいいせっかく来てくれたんだから面白いものを見せてあげよう。君のびっくりするようなものだよ。そしてまあ当分ここに滞在するんだね え分わかったかね。君はもう一生、明智探偵のところへは帰れないのだよ。言葉は穏やかですが、実に恐ろしい意味がこもっていました。西洋悪魔はまゆみさんをいつまでもこのうちに虜にしておくつもりなのです。さあ、こっちへ来たまえ。 面白いものを見せてやる俺は美術家だからね人形も作るしそのほかいろいろなものを作るそして俺の作ったものにはみんな魂が入って動き出すのださっきのロボットもやっぱり俺が作ったものだよ西洋悪魔はそう言ってマユミさんの手首をギュッと と握りました。まるで鉄で締めつけられるような恐ろしい力です振りほどくことなど思いもよりませんぐんぐん引っ張られるままに真由美さんは立ち上がってその後からついていきましたドアの外の廊下に出て向こう側のドアから別の部屋に入りましたしばらくここに待っていたまえ今に君を。 いいところへ案内してやるからね西洋悪魔はそう言ってピシャンとドアを閉めると外から鍵をかけてどこかへ行ってしまいました真由美さんはドアのそばに立って部屋の中を見回しました何の飾りもないガランとした部屋です真ん中に大きなテーブルが一つ置いてあるばかりです そのテーブルの向こうに一人の男が椅子にかけていました。妙な男です。真っ赤な背広を着て恐ろしくでっかい緑色の蝶ネクタイをしています。頭の毛は西洋人のように茶色でふさふさして顔は油でも塗ったようにテラテラと光っています。そして 茶色のもじゃもじゃした眉毛の下に、まん丸な目がじっとこちらを見ているのです。気味の悪いことに、その目がこちらを見たまま少しも動きません。まばたきもしないのです。いや、目ばかりではなく、体全体がまるでミイラのようにちっとも動かないのです。 真由美さんはなんだかゾーッとして逃げ出したくなりましたしかし逃げるところがありませんたった一つのドアにさっき西洋悪魔が鍵をかけて行ってしまったからです君こちらへ来たまえ子供のような甲高い声が聞こえましたテーブルの男が言ったのでしょうしかし口は少しも動きません 目も動きません。まるで腹話術でもやっているような感じです真由美さんが返事もしないで突っ立っていますとその男はまた同じことを繰り返しました君、こちらへ来たまえそれを聞くと真由美さんはなんだか大きな磁石に引き寄せられるような気がしました歩きたくないと思っても 自然に足が前に出るのです。そしてテーブルの方へ見足ほど進みますと。<laughs> と、何とも言えないへんてこな笑い声が聞こえました。テーブルの男が目も口も動かさないで笑ったのです。その笑い声がまだ終わらないうちに恐ろしいことが起こりました。 真由美さんのののの立っっってている足の下の床がなくなくしまったのです真由美さんは一瞬間体が宙に浮いたかと思うとすーっと深い深い谷底へ落ち込んでいくような気がしましたそしてドシンと尻もちをつきました真由美さんの歩いていた床板が落とし穴になっていてその蓋が開いたのですそれで体が宙に浮くような気がしたのです その下に滑り台のようなものがついていて、まゆみさんはその上を滑って地下室に落ちたのでした。上の部屋のテーブルの向こうにいた気味の悪い男は、西洋悪魔が作った人形で、あの声はテープレコーダーの声だったかもしれません。人形はこちらへ来たまえと言って、まゆみさんを落とし穴の上まで歩かせるだけの役目だったのでしょう。 地下室はひどく薄暗くて目が慣れるまでは何が何だかよく分かりませんでしたがやがてぼんやりと辺りが見分けられるようになりましたそこは森のようなところでした家の中に森があるなんて変ですが大きな木が立ち並んでいるのですから森に違いありません。 写真で見た内容のジャングルのようなものすごい森です。真由美さんは夢を見ているのではないかと思いました。地下室に森があるなんて、普通には考えられないことです。